はい、おはようございます。ジョーでございます。月曜日でございます。昨日はあまりにも暑くて動画を撮りませんでした。撮ったんですけど、ちょっと母ちゃんから提案をもらって、母ちゃんがお金をいただいたらしくて、少しおうどんを食べに行きました。お金ないですよ。母ちゃんがお金をもらいました。ちょっとなんか食べるように。不二雄がかわいそうだからって言ってくれる人がいました。動画は見ないですよ、あの人は。動画は見ないんですけど、あ、いいことはですね、動画を見て、来るんですよ、やっぱり。今まで見てた人が。で、以前に私がコロッケをあげて、子供が、もうあの人怖いから行きたく、怒ったんですよ、冗談で。そしたら、子供が、見て、あの動画消しましたかね、私も。嫌がってたんで。消したと思います。なのに、子供が動画を見て、動画じゃなくて私が怒鳴ってるような感じ、あるじゃないですか、たまに。怒ってるみたいな感じ。私の特徴。怒ってるみたいな時あるんですよ。自分でも思うんです。それを子供が見て、その子供は仲いいんで、いつも私見たらなんか、喜んでるんで、冗談っていうか子供って言うじゃないですか、反比例したことを。あのおじさん怖いって。で、真面目なお父さんが怖いから行かせる。保育園でもそうですよ。あの施設の子供たちが、おっちゃんとこ行きたくないって言うんですよ。行きたいって言わんですよ。言わないんですよ、あいつたち。行きたくないって言うんですよ。そしたらあの人たちは連れてこないんですよ。ですから道であったら、おっちゃんのとこに先生が連れて行かないんだって言うんですよ。あ、そう、いいよって道であったり、いろんなところで声かけてくるから、お前いい子だねって言ったら、あのおばあちゃんが横にいて、あ、どうもって言ったんですよ。おばあちゃんがどうもって仲良く喋ってたら、その子はもう高校生になってるんですよ。もうちっちゃかった子が。そしたらみんなに、おばあちゃんと喋ってるから、親戚って言ってるらしいですよ。だからそのぐらい、子供が言ってるのは反対なんですよ。なんですよ。親戚なんですよ。親戚でもいいんですよ。親戚っていうことを言ってるらしくて、どの子って言ったら、前にも言ってますけど、あの子って指差したんですよ、みんなが。あれ親戚じゃないんだけどなって。そこにいた、預かってた人がいて、その子なんだけどな。ということで、まあ一応親戚にはしています。いいですよ。私、親兄弟、子供はいますけど、親戚少ないんで、増えるだけありがたいです。あと子供多いですよ。あれ、お母さんが言うのかな。子供が親と一緒に来るんですよ。お茶なんか言ってる意味がわからないというらしいんですよ。私が今喋ってるの。確かにわからないと思うんですよ。で、泣いてるっていうらしいんですよ。見るらしいんですよ、いろんな。見て、ちょっと見て、なんでこう怒ってたり泣いてるんだって聞くらしいですよ。前は私がですね、登録をしてください。今もやめたんですけど、登録してください。よろしくお願いします。不条理でしたって言ってたんですよ。あれを真似して喜んでる子供たちがいっぱいいたんですよ。今もやめたんですよね。やりたいんですけど、今もう動画長くなすと、見ない方がね、もう、極端にもうああいう、まあベテラン YouTuber 入れてますよ。前半と後半とかに。まあもう私はあれもうカットする。もう自分が喋ってる。自分が食べてる。もう極端に分数を短くする動画を作ってるんですよ。パッて見た時に、まあおしゃべりで長くなるのは悪い欠点なんですけども、短い動画を作るように努力してるんですよ、努めて。それでああいうのを省いたんですよ、まず。まあ極端な達也さんがお辞儀してるとか、達也さんがなんかやってるとか、いろいろ入れてたんですよ。人が来た時の新しいものを取り入れて。とかいろいろあったんですよね。それで、そういう動画作りをしてて、子供たちがそう言って、子供がいっぱい来ます。今。おじちゃん頑張ってって。まあ、おじいちゃんなのか。あれ、母ちゃんおじいちゃんって言う？おじさんって言う？で、みんな、弁当屋になりたいって言うらしいですよ。弁当屋は、あ、待って、ゴミじゃない？大丈夫まだ。まだ大丈夫。ちょっと、あ、10分ぐらいで。来たら止めてて。すいません。8時なんですよ。8時10分ぐらいまでゴミのあれ月曜日なんで。これも余談ですね。すいません。それで、子供たちが来て、頑張ってって言うんですよ。半年ぶりに、ね、来た子供を見ました。忘れてました。可愛くなってました。もう大きくなって、野球の、もう中学校の野球の選手で活躍してる子もいたり、女の子も、4兄弟とか見ていただければ動画に上げてますよ。もう結構いいお姉ちゃんになってます。後ろから来る女の子ももうお姉ちゃんになってます。
それでも、小さい時と変わらないですよ、僕に対してはおじいちゃんなんで。普通と異性とか男性、まあ男性って捉えた場合に、まあ逃げると思うんですけど、あの子たち違うんですよ、明るいんですよ、いつまでたっても。冗談言って、動画で言って、ちょっといつまでたっても子供だねとか冗談言ったら怒るじゃないですか、普通の。あの子たち怒らないんですよ、よく来てくれるんですよ。だから育て方がいいんでしょうね。おっちゃんが泣いてるから行こうとかいう、あの優しさがあるんですよ。それに比べて、もう1週間経ってます。育て方です。あなたの子供の藤王は一生懸命頑張って、あなたたちのために知恵をつけて努力して、 YouTube 作って、ちょっとでも評価をもらえたら嬉しいかなまで努力して喋れるようにもなっています。それに対して文句言ったり、何か言ってることがおかしい、フラービーシーとか言ってるみたいです。でも周り見てください、僕より活躍してる人いませんよ、一人もいませんよ。まあ言っときましょうね、私ですね、一回怖い人にこれ言っときます、みんな聞いてくるんですよ、なんでですかって聞いてくるんで言っときます。私怖い人に殺されそうになった話ってよく言いますでしょ。発端はあの人の妹の子供に来たんですよ。で仲良くして仕事させたんですよ。で結構頑張ってくれました。一生懸命頑張りました。で、成果も出してました。嬉しかったんでしょうね。今まで評価されなかった自分が、僕が評価してくれる。親戚の22に評価される。嬉しかったんですよ。来て、今度こうしますよ、こうします。ただ、一つだけお願いしたんですよ。あのエリアは、怖い人たちがいるから行かないでくれって言ったんですよ。もう何してこう、いっぱいこう頑張って評価をもらいたい。これしか頭になかったんでしょうね。行くんですよ。行くたんびに僕はその人たちに怒られたんですよ。しまいにはもうあの人たちのことですから。そこくらいまで来てたんですよ。でも、行ったんですよ、ずっと。いろんなエリアで。いろんなエリアに広げてったんですよ。それが一箇所だけだったらまだ怒られてもよかったんですけど。一箇所で、みんないろんなとこ行って。そしたらそこに行った。あの人たちが。行ってるんですよ。もう邪魔されるみたいな。あれからが掘ったんですよ。あれからで僕が恨まれて、いろいろ言われて、もう仕事ができなくなってどうしようって思って、頑張ったら成果を出していったんですよ。それがまあ気に入らなくって、ああいう風になったって話です。掘ったんは、あの人の、まあ言えば、お姉さん、お妹か、わかんない。子供です。まあ言ったらバレたらあれなんで、子供です。その人がやったんですよ。それをかばって僕は言ってません。それを私が口が悪いからあの人たちと喧嘩したって言ってますけど、私は一切あの人たち、あの怖い人たちとつるんだことも、絡んだこともないよね、母ちゃんね、俺僕自身ではね、直接は。まあ分かりますよ、あれ、こっちにいたんで。ただ、ここから行った人たちがいろんなことしたんです。それがトップであった私がさせてた責任で、追求されて、でもそれでもずっと言ってました、我慢してました。あの子嬉しそうだったんですよ。もう今までもうずっと家に行って誰も評価してくれなくって、僕が呼んで行ったんで、その人からいろいろ情報もありましたよ。私の親がお店潰れればいいのにとか言っておきますよ。あの人が言ったんです。それで皆さんが来るんですよ。何があったのって気になるみたいなんですよ。米屋さんも言ってます。だからそれは私が口が悪いんじゃないですか。みんな言いますよ。お前が口が悪くて喧嘩したんだろって言います。全く一切ノータッチです。私は絡んでません。もう話してもいません。したのは怒られた時にすいませんって言われました。もうやりませんって、やめますって言います。そのぐらいです。その間で起こしたのはあの人たち。逃げて、それでも売りに行って、いろいろやって。で、まあ、何ですかね。いっぱいありましたよ。儲かりましたよ、確かに。それが悪かったんです。それは一つ一点言っておきます。その件に関して、お前が口が悪いから、お前がしたことだっていうのは一切あります。これだけは弁護じゃないです。で、ちょっとですね、今日ですね、急遽なんで今お話ししてるかって言ったらですね、こういう話の中から、私が金さえあればな、金さえあればいろいろできるんだけどな、言ったんですよね、母ちゃんに。
母ちゃんに言ったんです。もう金があれば、私は何て言いますか、水を得た、何て言いますか皆さん、水を得た。前にウォーターウルフって、あの人分からなかったですけど、スズキのバイクがあったんですね、ガンマの 400cc 大きい、牛とか。沖縄の人は牛って言いますけど、全国的に言うんですかね、GSX-FE かな、牛って言うんですよ。それの前に、まあ、忍者とか刀とか、水を得た、まあ全然余談ですけど、水を得たウルフ、ウォーターウルフっていうのがあったんですけど、オオカミ。それで水を得たって母ちゃん言ったんですよ。お金さえはもっといろんなことできて、さっきも大英系ですか、昔の知り合いがローソンとかたくさん展開してる人が来てましたよ。頑張ってるかって。だからこういう人いっぱいあるんですよ。頑張ってるかって来るんですよ。見ながら見ながらですよ。気にはなってると思うんですよ、いろいろ。それで母ちゃんに言ったんです。こういう人たちがいろいろ来て水を得た、なんて言いますか、僕は魚って言ったんです。合ってると思ってますよ、ずっと。そしてあの人が何言ってんのって言ったんです。あれ水を得た魚でしょって言ったんですよ。これバカじゃないですか。バカだな、ずっと魚って覚えてたのか。魚って覚えてたんだ、あいつは。魚でもなく魚って。水を得た魚だろ、アホだろって言ったんですよ。よくよく考えて、あれは水を得た魚で正解だと思います。あの人が初めて正解だし言ってませんよ。あの人に私は水を得た魚って教えてます。悔しいんです、悔しいです。人にいじめられて家族から飲食を買うよりも母ちゃんが僕よりも物知ってたっていうことが合ってるのかな。水を得た魚でいいんですか、魚じゃないですか。悔しいですっていう話で一旦切ります。長くなってます。また今週も頑張りますよ。最近こういう人動画出さなかったんです。こうやって動画出してる人がいるんです。頑張ります。こういう人も見てくれてると思いますよ、たまに。こっちにクマとゴリラ描いてる。さよなら。